日本人の覚醒が世界を変える、古神道神官雨土八坂塾塾長の合根丸彦のお話の時間です。今日はですね、3月に開設した、東京品川にある雨土八坂道場で、これを録画をしています。ここにね、見えるのは、昨年インドに行った時にですね、買ってきた、曼荼羅なんですね。インドのブッダガヤというところがあってね、お釈迦様、ゴータマシッダールタ、ブッダですねが悟りを開いたところが、あるんですね。そこに行った時に、これはチベット密教のねお坊さんが書いた、曼荼羅だということでね、かなり貴重な曼荼羅を、これ結構高かったんですけども頑張って買ってきたものなんです。これね、細かいところを見ると本当にね、まあこの金のね金粉入りの、絵の具を使ったり、これは、ブッダがね、覚醒をしたところの、ことがいろいろとストーリーになって描かれているものなんですね。よく見るとね、ものすごく細かなね、細工をされて描いています。なのでね、ここにね、個人セッションやそれから私の、いろんなね秘術を教えるということでね、来られた方にはこの、絵をね、まあまじまじと見てもらおうという、そういうお楽しみもあります。それからこれは、インドのね、その時にもいただいたマーラーっていうね特別な、首飾りなんですね。これは、修行したね覚醒者のお坊さんにだけ、差し上げられるっていう特別なものです。それからこんなものもありますね。これは、インドのアガスティアの派の、聖者たちが使用する、そういうものなんですね。まあ、これ貴重なものだっていうことでね、非売品のものなんですが、これもね私はいただくことができたんです。でもね、残念ながらこれどうやって使うのかっていうのをちょっと教えてもらってないので、残念ながらね、まだね、まあ宝の持ち腐れかというかね、そんな感じです。で、アガステアの葉を開けるというサービスもやっています。新しいねパンフレットもできましたので、そちらの方もね、まあ欲しい方にはね、差し上げるということでやっていきたいと思いますが、これがアガステアの葉ジャパンのパンフレットです。こういうふうにね、開けますとアガスティアの葉が、どういうサービスで行っているのかということが、書かれています。後ろにもねこういう風になってますけれども、このねアガスティアの葉を開けた、人たちっていうのはねもうね、140〜150人かな、になってます。これもね、1年前から始めたサービスなんですけども、で私はこのアガステアの葉を、良心的な価格で、開けるサービスを、やっているわけなんですが、興味のある人はねぜひ概要欄に貼っときますので、まあ見ていただければと思います。それからアガスティアの葉ジャパンという名前で検索をしていただければ、こちらのねホームページもあります。そこもね、詳しく、いろんなことが書いてありますから、興味のある人はぜひ、そちらを、ご覧になっていただければと思います。アガステアの葉を開けると運命が劇的に変わります。なのでね、私がやりたいことは何なのかというと、日本人を覚醒させるということなんですね。で、アガステアの葉を開けるサービスをなぜやってるのかというと、アガステアの葉自体に私が日本人を覚醒させるためにアガステアの葉を広める仕事をするってことがアガステアの葉に予言として書かれてたからなんですね。なので、古神道神官なのにそんなインドのね、まあ、秘術を、やってるのはなぜなのかということがあるんです。そしてもう一つ、私自身がインドに行って感じたのはね、日本の古神道とインドのいわゆるヒンドゥー教の、まあ、考え方にねかなり共通点があるということが分かったんですね。
なので、私は、宗教ではありませんけども、個人党に関してはね、なんですが、このインドと日本の関係をいろいろとこれから、研究していったり、そして今年も11月にまたインドに行って、今ね、お願いしてるのは、インドの大学で講演会をさせてくださいっていう、そういう依頼をしています。おそらくね、実現すると思うんです。インドもね、大学は非常に優秀な若者たちがいて、日本に対してはね、非常に興味を持ってることも、若者がいっぱいいるので、日本とインドのね、架け橋に少しでもなれたらいいな、なんて思ってます。ということで、今日はね、雨土八坂道場からの、動画でした。よかったと思う人は、高評価ボタン、チャンネル登録をまだしてない人はぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。